これどうしたの？今なんか聞こえた。え？今なんか聞こえた。なんか聞こえた？何も聞こえてないよね。なんかね、なんだろう、低い男の人の声で。え、声？声なんか誰も出してないでしょ。怖っ。もう嘘でしょ。ちょっと本当にもう声のやめてよ、本当に。やべ。何？え、何？何？なんか、なんもないでしょ。何もないよ、もう。怖いよ、お前。なになに？え、どうしたの？え、どうしたの？ちょっとやばいやばい。どうしたやばいやばい。止めて。はい、皆さんいかがでしたか。なかなかね、すごい映像でしたね。もう圧倒されてしまいましたけども、マリカさん、いかがですか。いや、すごい恥ずかしかったです。この映像はもうテレビでは放送されないんですか。されないみたいですね、はい、テープは特別にディレクターさんからもらったんで。さっき映像でなんか聞こえるっていうのを言ってたんですけども、はいはい、なんかすごい低い声で、うん、なんか呼ばれてる感じがしたんですよね。それでハッて振り返ったじゃないですか。でそこからの記憶がもう全くなくって、もう全然覚えてないっていう感じですか。そうですね、うん、それではですね、ここでマリカちゃんを霊視してもらうために、今日は霊能者の方をお呼びしております。では早速来ていただきましょう。どうぞ。はい、皆さん拍手をお願いいたします。一瞬場内にざわめきが起こっておりますけれども、はい、このもう霊能者の方、大変、ユニークないでたちでいらっしゃいました。道がわからないでしょうか。はい、まっすぐですよ。はい、どうぞ。今日は、マリカちゃんを霊視してもらうためにですね、特別に来ていただきました。はい、渡しました。この方はですね、堀光雄さんと、おっしゃいましてですね、大変優秀な霊能力をお持ちの方です。現在は人類を霊体ミミズから守るための警告活動を行ってらっしゃるということですね。さあ、皆さんのもとにこの今ビラが言ってるかと思うんですけども、これちょっと意味が分かんないところもあるんですけど、本当だった。ちょっと話しなさい。ちょっと外へ出して。大丈夫です。外へ。ハト！ハト！何がハトだ？ハト！小林さんですか？あ、小林です。新橋でおります。あ、どうも初めまして。いえいえ、前にマリカちゃんにテープダビングして渡した時にある部分をカットして渡したんですよ。あ、彼女を怖がるといけないと思って。なんだろう、低い男の人の声で。え、声だな。声聞こえてない。誰も出してないでしょ。怖っ。この後マリカちゃん悲鳴を上げて倒れますよね。ええ、そのちょっと前にこの画面の右側、どうぞ、こちらです。失礼します。お疲れ様です。カメラマンの宮島です。あ、よろしくお願いします。松本まりかです。よろしくお願いします。お願いします。怖っ。松本さんの
こう右側に映ってるんですけども、ですね、まあ一瞬なんでちょっと出てきたら一時停止しますね。待ってこの後ですね。なんか見えるの？いや見える。あ、ここですね。どうだ。関係ないかもしれないんですけど。ええ。何でしょう。ちょっと最近気になることがあって。これなんですけど。あ、この絵ですか。はい。よくわかんないんですけど、気がついたらなんかその模様を描いちゃってるんですよね。これ描くようになったのいつ頃からですかね。多分神社のロケの後ぐらいから。神社のロケの後。なんそう。ちょっと待って。すごいたくさんいる気がする。何よ。待ってたくさんいるってどこ。なんか見えるの。いや見えるわけじゃなくて。すごいたくさん来た。たくさん来た。いやなんかわかんないんだけどね。怖っ。もう嘘でしょ。ちょっと本当にこういうのやめてよ。本当に。なんか見えるの。微熱が続くというようなことはなくなってまして、たまにおかしな素振りをするようなことが、その代わりちょっと目立つようになったというか、誰もいないんですけど誰かと話してることがあるっていう。かなちゃんが時々話しているお母さんには見えない人って誰かな。多分ね、もう全部ダメなんだよ。それはどういう意味？あ、そう。じゃあ持ってた方がいいな。うん。横になろうか。お部屋行こうね。すみません。あ、すみません。続いて高木マリアさんがある霊能者に話を聞いてきました。その VTR を見てみましょう。おお、はい、この霊能者の方がですね、もうすごいんですよ、はい、もうマリアちゃん行ってきた。行ってきました。お VTR あるの。もうはいあります。じゃあ皆さんその VTR をね、ぜひ見ない方向で。見ない方向で 見ないのこんな感じですよ。もう何ですかそれ。そのリアクション何ですか。はい、最強の霊能者と言われる方の VTR です、どうぞ。